いやあ、刹那圭介だよ。箱庭の歌やっていきたいと思います。ロード。前回のあらすじ。ただの球技大会だったはずなのに、イレギュラーの存在が入ってきたので、カオスになりました。そして次の対戦相手は、このクリスって人ともう一人大野っていうカオスコンビの二人だそうです。嫌だな、もうやめたいな、球技大会。あ、凌介だ。クリスさんが僕の顔を覗き込んでくる。まあなんでそんな悲しい目で見てくるんじゃ。確かに凌介か。お前が次の対戦相手だっていうなら、がぜんやる気が出た。覚悟しておくことだな。やる気出てるんじゃないよ。そう言って二人はコートから出ていく。リュウニーはいろんな知り合いがおるの。知り合いたくなかった人もいるんだけどね。まあね。はあ、クリスはこの分僕でヒヨクの方が恥ずかしくなっております。そうやな、恥ずかしくなるよな、ヨコちゃん。その格好とかさ、その格好とかも写真撮られて恥ずかしくなるんちゃうかな。さ、そんなことより早速私たちの試合よ。お前らようやく試合か。頑張ってこいや。絶対勝つんだから、そのつもりでね。絶対お前さ、勝つ以外のことが目的の名刺取るぞお前。試合中でさ、コナミちゃんに抱きつこうとしただろお前。絶対そういうやめろよ、周りから変な目で見られるからな。俺めっちゃ見られて困っとるよ。そうじゃな。ということで、コナミたちの試合になったのだが、どうした？ステリアパス、トリアズバー、はい。マリちゃんすごいハッスルしてるね。君運動部かい？運動部だったのかい？バレーボール上手すぎるだろ。恋の力だねこれは。恋の力ボス。相手はバレエ経験者っぽいおばあさん2人組だというのに、森崎コナミひよこチームは森崎の大活躍により接戦ながらに勝利を収めたのだった。すごいな、森崎すごいな。これはもう絶対コナミちゃんにハイタッチしに行こうとしとるだろうな。当然です、気合が違うんです。命かけるのと同じくらい気合入ってますから。やる気満々すぎるよ。一体夏行きは森崎とどんな約束をしたんだ。これでベスト16が揃った。32チームぐらい出とったよな。第2回戦かな。夏行きに聞いたところ、球技大会の種目は全部で4種類らしい。おう、僕たちがやっているビーチバレー以外にもサッカーと野球とバスケがあるとのこと。じゃあなんでサッカーの練習したんやけど、サッカー出ろよ。なんでビーチバレー選んだんや。なんでわざわざビーチバレー選んだんや。バスケと野球は中学校、サッカーは小学校を使っているらしい。とはいえ島の人口はそんなに多いわけじゃないので、集団種目はチーム数も少ないようだ。まあそうやな、優勝を狙うなら2回勝つだけで優勝のサッカーにするべきだった。そう夏行きに言ってみると、何言ってんの、勝ち上がって優勝の方が100倍面白いじゃん。まあお前はそういうタイプだろうなって思ってましたよと反論される。お前はそういうやつだよね。そう思うよな凌介。まあ今は目の前の勝負に集中するときだ。ということでビーチバレーは2回戦開始となったわけだが、次の対戦相手は俺。目をつけたな凌介、ぶっ潰してやるぜ。ああ、目の前に現れただけでめちゃくちゃ俺の運気が下がるような人です。こいつと絡みたくないよ。あの人仮にも僕の護衛なのに。てめえ相手となればこの俺も本気を出させてもらうしかねえな。なんでクリスさん僕のこと目の敵にしてるんですか。そんな簡単だな。お前がイーナちゃんと仲いいからだよ。仲いいのは否定しない。だがそれでなんで。と、クリスは言っていた。マジで？クリス、
自分の姉に自分の姉のこと好きなんじゃ、取られたくないんじゃ自分の姉のこと。言ってねえよ、人はシスコみたいに言ってんじゃねえ。え、何言ってんだ、実はシスコンじゃん、自覚ないとかやばいよ。この試合が終わったらまずお前を殺す。夏行き、クロペースにどう立ち向かう。キャスケは顔、変な知り合いが多いね。一番変なのはお前だけどな。まずその筆頭株主がお前だよ。ま、なかなか強そうだし腕が乗るぜ。はあ、憂鬱だよ。というわけで試合開始時刻では、チーム男の子対チーム新世界の試合を始めます。普通に新世界ってチームに使う、チーム名新世界って普通につけとんかよ。お前らいいんかそれね。秘密結社とかそういうタイプのやつじゃないんそれ。大丈夫なん。組織名言っちゃってる。大野が勝手に決めたんだ、俺は反対したんだぞ。はぁ、バカバカです。とりあえずじゃんけんでサーブ権を勝ち取り、僕たちのチームから攻撃となった。ま、俺の殺人サーブで1億点ぐらい取ってないよ。何年かかるんだよ。試合、審判が笛を吹く。ピーとーれ、なぜきのジャンピングサーブ、ものすごく高い跳躍からバーン、中学生のものとは思えない威力のサーブが放たれた。日本代表、日本狙う、世界取れそうなタイプです。日本代表に、日本代表にありませんか。さすが夏行き、体育以外は本当にどうしようもないやつだが、運動能力だけは感心する。ボールは弧を描くことなく直線的に相手のコートへと突き進んでいく。相手が波の人間だったらこれで終わりだ。しかしなんと必殺スペシャル大野ディフェンス、ネーミングセンスがない。大野さんがジャンプしてサーブをブロック、サーブブロック、サーブをブロックってな、えげつねえ大野さん。サーブは普通にレシーブで受け止めろお前。こっちのコートに落ちるボール、イエーイ、ピーサーブのブロックは反則ですよ。チームどこどこ1ポイント、ざまざま見ろ大野さん。ルールブック読んでからこの戦いに参加するんだったな。何やってんだよお前は。いたー、痛いじゃないか。サーブをブロックしちゃいけないことぐらい知ってんだろ。あ、ごめん俺知らんかった。俺高校3年間バレーボール部だったけど知らんかったわ、サーブブロックしちゃあかんのじゃ。いやでも高校のさ、ネットの高さってさ、ブロック、サーブをブロックできるほど高ないけんな、やろうと思う人がまずおらんなけどな。それを大野さんは普通にやり始めたからね。身体能力はそれだけ高いってことですか。マジ面白いですよこれは、やばいですね。そんなこと言ってもちょっと昔までは OK だったんだぞ。いつまでだよ。1989年。お前生まれてねえだろ。しょうがないな。じゃあクリスチャンにいいこと教えてやろう。あ、なんだ。俺はサーブをブロックしちゃいけないこと、もちろん知っていたー。どやかおー、ぐーっ、いたじゃないか。真面目にやれや。やれやって。もうクリスさんを激怒です。ねえ、もう始めていいすか。お、ああ。ああの、お前は後ろに下がってろ。しょうがねえな。審判の上で試合再開、やったぞ。相手のミスで1ポイント入ったぞ。ざまあ見ろ。へへい、このまま行くぜ。再び、夏行きの殺人サーブが放たれる。こいつはもう殺人ってつければ何でもありだな。僕は相手のコートを越え、威力そのままに地面へと突き進む。落下地点はコートの端ギリギリ。これを止めるのは至難の技だ。甘い。しかし大野さんの驚異的なレシーブによりボールは宙に浮いた。ナイス大野。あれを止めるとはやるね。ここにいるのは超人だらけだな。不安定な軌道のボールをクリスさんが華麗なトスで
上空へと運ぶ。行け、オーナー。任せろ。ロースケ、ブロック。分かってる。夏行きと一緒にオーナーさんの前で飛び跳ねる。くらえ。スーパーウルトラファイヤーサンダートルネードミラクルミステリアストのメディスアポイントメント、あ、どういうアポイントメントって絶対スポーツに関係ない言葉ですけど、クリティカルフジカル若者コントロールベジタブルゴールデンアタック。お前絶対地面ついとるぞ今。アタックの頃にはもう足地面ついとるだろお前。プワーン。投げんなよ。何がだ。技名が長すぎてブロックにボールは地面に落ちてんだよ。だと思いました。だと思いました。そんなことはもちろん分かっている。痛いじゃないか。殺すぞ。漫才しに来たんかこの人は。漫才かこの二人は。だったらもうさ M1 グランプリ目指せや。こんなところにくすぶってんじゃねえよ。東京に行くんだ東京に。なあ凌介。ん？これ俺たち何もやらなくても勝てるんじゃね。そんな気がしてきたね。てかなんでこいつら1回戦勝てたんだっていうような内容ですな。かもね。ということで2-0って言えばいいか。2-0。サーブはまたこっちのまま。俺がスパイクを打つからお前はトスしろ。いいな。仕方ない、我慢してやろう。そういやさっき1回戦の試合でもさ、クリスが決めて勝ったったな。いや、クリスが決めたけん勝ったような感じなんやな。大野さん足でまたい。審判の笛が鳴る。それ3度目でも夏行きのサーブに劣れはない。しかしちょうどクリスさんのいる位置だったので移動。相手にダメージを与えながらもレシーブされてしまった。クリスさんはもう必死です。クリスさんは必死です。中学生のくせになんてサーブだよ。おい、行くぞクリス。おいや。クリスさんから大野さんへとボールを渡り、大野さんがトスの構えに移る。そこまでの流れは完璧だったのだが、トス！スパン！あ、どうした？スパンって聞こえたよ。トスでスパンって音はせんと思うよ。トスは信じられないくらい高く上がっていた。高い、高い高いのぐらいの高い。赤ん坊が喜ぶぐらい高い。高すぎるだろ。必殺技名を呼ぶ時間だろうが。ふざけんなよ、何やってんだ。早くしろクリス。そんな気遣いはいらんわ。なもんね、普通に打つぞこら。落ちてきたボールに狙う定め。クリス戦が飛ぶ姿勢に打つ。僕と夏行きはブロックに入った。行くぞ凌介と見せかけて一人クイックオレアタック。パーン。ボールが僕たちのコートにめり込む。けどさ、大野さん2回連続で触りましたね、あんた。え？どうだ、見てっか俺の実力。あー、ダブルコンタクトね。2回連続触っちゃダメだよ。ということでポイントチーム男の子。バカだな、この人何がやりたいか分からんけどバカだな。お前な、分かっててやってんだろ全部よ。クリスがヒソさんの名前叫べないからいけないんだもんね。うわー、なんだこれ、子供でもこんな言い訳使わないもんね。俺悪くねえから。悪いんだよ。もう俺の HP はゼロだよ。城之内じゃないんだよ。城之内じゃないわ、ハガじゃないんだからね君は。だったらおとなしくしとけ。試合再開。もういちいち審判がかわいそうやもんな。反則反則反則言わなあかんのやけどさ。それスパーン。4回目のサーブ、威力はいつも通りだが、やばー。ボールはネットへと向かっていく。あー、さすがに夏行き4発目でミスを犯した。さらにも木から落ちるといったところでしょうか。サーブミスか。さすがの夏行きでもミスぐらいはあると思った。その時だった。どうした。そうはさせるか。そのまま置いとったらお前らのチーム乗ってんだぞお前ら。そう言いながら大野さんがなぜかネットの下にネットを下に引っ張った。はぁ、あ、ズボン。おかげでボールは相手ごとにめり込む。なんだこれ、
何がやりたいんや、大野さん。何が大野に、大野さん何がやりたいんや、ほんとお前。マジいい加減にしろよ、このバカ大野。危機一発だったぜ。君、何かしたいのかわからないけど、とりあえずタッチネットで知ってんだよ。大丈夫だ、もちろんわかってる。ちなみに俺はウィキに載ってる反則は全部やっておるさ。こいつ頭いってんじゃないのか。ウィキペディアに載ってる反則全部やるつもりだ。お前そこまで言ったら逆にすがすがしいぞお前。審判さん、今のうちに覚悟しておくだせ。お前の敵は審判か。お前審判が敵なんかお前。やった、大野さんが味方についた。3対1だ、クリス覚悟しろ。だってろんねえ、そう思うわ。俺がクリスだったらそう思うわ。クリスさんと審判と1回戦でこの2人に負けたチームの人が不便でならない。もういい、お前一人でやれ、俺はもうここ突っ立ってるから。完全にやる気を失ったクリスさんはポケットに手を入れたままネットの前に立ち、僕にガン飛ばしてくれ。ジロー、なんで僕にガン飛ばすの。そういう熱い視線やめてください、僕はホモじゃないです。超やりづれ。おい、ロースケ。は、はい。あいつどうにかしろや、てめえの護衛だろうが。違います、護衛じゃないです、ただついてくるだけです。てか、この人護衛としてここに来たんちゃいます。もう護衛という任務忘れてここに来たんです。だから違います、違います、違いますんです。僕に言わないでくださいよ。クリスちゃん、危険直せよ。知るかよ、お前のせいなのにな。おお、ハイブブーレスだな。この月に勝たせてもらうぜ。審判の笛とともに夏行き5回目のサーブ、ズバーン。ボールはまた華麗に相手陣内と向かっていった。必殺オードレシーブ、バーン。これサムネにしよう、今回のカスタムサムネイル、これね。クリスさん今日不憫やなお前さん。クリスさんのこんな顔初めて見たわ。ちょっとみんなで堪能しよう、クリスさんの顔、こんな顔さもう二度と見れんと思うけん、みんなで堪能しとこな。フグってなった。気失ってるやん、気失ってるやん。そんなことで、そんなこんなで15対0、僕たちは一定の進展もなく勝ち進む、ベスト8入りとなった。コントですか。俺が聞きたいよ、ほんとコントやもん。もうなんかもうさ、キングオブコント目指せばいいのに。怒ったクリスさんに追われ、大野さんはどこかへと逃げていった。あーよかった、クリスさん、大野さんのことめちゃんこ殴っとって、あとさ縛っとって、縛って気に注意してどっか捨ててきて、もうそれでいい。忙しい二人がいなくなったね、怪獣が少し静かになったような気が気さえしてくる。やった、カオスの根源が断ち切られたね。ほんとバカみたいな試合でしたね。ほんとはな、バカみたいな試合だったよな。なマリちゃん、そっちどうだった。僕結局一回もボールに触れなかったよ。あの両に、あの兄上かすむとはの、恐ろしい人たちじゃ。別にかすんでいいとこでかすんどうけどな。え、なにコナミ、それは俺にああいう風にしろってこと。やめてよ、それだけは絶対。やる気満々か、夏行き。お前大野さんの影響を受けるな。ま、同じことやっても二番無事だしの、もっと過激なこと考えてるとな。やめろお前は。おい、やでや、これ以上過激だったらさ、コートを荒らすぐらいのことしかないぞお前。やめとけ、来年呼ばれんぞ。さて、まだ私たちの試合までもうちょっと時間あるし、ちょっと早いけどお昼ご飯済ませておっか。試合前にご飯食べて大丈夫？ちゃんと考えてありますからご心配なく。食べるってどうする、どうや、食べるって言ってもどうするんです？
さっきあっちに屋台が出ていたの。じゃあそっち行ってみましょう。よっしゃーレッツゴー。え、いや別に先輩たちで誘ってないんでついてこないでください。マリンちゃんの毒が発生、夏雪どうする？ほら行こう二人とも。そう言って森崎はコナミとひよっこを連れて歩いて行ってしまった。なんだよ冷たいじゃねえかよ。そんなことを言いつつも、ま、しょうがねえ、歩夢たち探して飯にしようぜ。おっと夏時期にしては珍しく引いてる。あ、まさか森崎に気を使ってか。コナミと森崎、コナミちゃんと森崎にマリンちゃんとなんか組ませるためにひよこがおるけどまあいいやみたいな感じですよ。三人の背を見送る夏雪の表情はどこか穏やかに見える。ふふ、そうだね。僕も連れて思わず笑顔になってしまった。頑張れよ森崎、マリンちゃん。コナミをゲットするんじゃ。歩たちを探していると人だかりができていた。ん？お、なんだなんだ。夏雪が足を止め首を突っ込んで覗き込む。おう、二人とも二回戦は終わったのか。歩ちゃん何やってんだこれ。ああ、これはな、大食い大会。大食い大会とかやってんの、なんかすごいことやってますね。横から小鳥がずるっと現れた。大食い大会？競技大会なのに？なんでも公式なものじゃなくてその辺の大人が屋台でいろいろ買ってきて始めたみたいなんだ。大人の人めちゃくちゃ面白いことやってますやん。今から決勝戦が始まる頃だろ。ほう、それは面白そうじゃねえの。人混みの中心にはどこから持ってきたのかを2組のテーブルと椅子、そしてテーブルの上にたくさんのたこ焼きが置いてあった。うまそう。これから決勝を繰り広げる2人が椅子にずっしりと仕掛けている。その2人は上だと思った、俺だと思った、いずいず姉さん出てくると思った。わー、服にプリントされてるハートが嘘のごとく。ふうふう、お前もかよ。どうしてイリナさん出てきたの。イリナさんなんでいんの。あんた絶対おらんとこだろ、なんで出てきたん。てか大食いで参加してるよあんた。結構、あ、そうか、イリナさんあれじゃ、なんか大食いって設定あったな前作で。箱庭、ロークの庭でなんか大食いって設定あったな。なるほど、そういう設定やけど、なんでいるの。だからってなんでいるの。あ、多分大野さん連れて帰ろうとしとんじゃ。大野さん連れて帰ろうとしたらなんかこんなに巻き込まれとんじゃ。そうか、イリナさんが胸大きいのは、おっぱい大きいのは大食いだからなのか。なるほどな、理解できた気がする。視聴者の皆さん、視聴者の中に女の子がいるときいると思います。もしかしたらいると思います。女の子、イリナさんみたいなこの大きいおっぱいになりたい人、大食いだ、めっちゃ食ったらこんなに大きくなるみたいですよ。イリナさんは多分仕事とかで運動するからこんだけ細い体で胸大きい状態で保たれとんだと思う。つまりね、たくさん食ってたくさん運動したらこんなのあると思うんですよ。それをイリナさんが象徴してます。イリナさん頑張れ、女の方頑張れ。まあ俺おせっかいかもしれんけど、イズキとイリナさんだった。なんでイリナさん俺にやってくんじゃん。おっ、やっぱり食いしん坊のイズイズ姉さんじゃねえかよ。相手は誰だ、外人さん。佐藤さんの試合らしい。イリナ、そっか、なんかさっきのクリスって外人と似てるな。そりゃ兄弟だからね。そりゃ姉妹だし、兄弟だしね。なんだそうなのか、通りで。ん、凌介は知り合いか。まあちょっと。それにしてもなんであの二人で試合前のに息荒いんだ。トーナメント形式でここまで勝ち上がってきたからな。もうすでに何も入らないような状態だ二人とも。大食いでトーナメントがめちゃくちゃカオス、カオスっていうか過酷やな。もう全員いっぺんにスタートでさ、一番最初が優勝でいいのに。なるほどね。ていうか伊豆木はまだしも、イナさんも大食いだったんだな。あんなに細いのに意外である。あ、そうか、これあれだわ、
ラクダの原理じゃ。大きいおっぱい2個にさ、エネルギー集めたらさ、どんどんお腹が空いていくパターンのやつじゃ、ラクダの原理やな。すごい、素晴らしい。始まる。二人の言葉にみんなが心配と視線を送った。っていうか、公式なものじゃないのになんで心配がいるんだ。それでは決勝戦、レフリーは西崎が務めさせていただきます。決勝のメニューはたこ焼き10分勝負。制限時間以内により多くのたこ焼きを食べた方を勝ちとさせていただきます。それではよーす。もうやる気の目です。二人ともやる気の目です。これスタート。というわけで今回はこの辺で終わっとこう。この辺で終わっとこう。次回が楽しみでしょ。次回が楽しみに思えてくるでしょ。この辺で終わっときます。よっしゃ、スタートの状態で終わっときますからね。次回スタートって呼んでからね、始まりますからね。はい、というわけで今回はこの辺で。今回もカオスだったよ。もうもうてかさ、イーナさんさ、せっかく聞いたんだったらさ、早く大野さんとさ、クリスさんをさ連れて帰ってくれんかな。もうこんなところでさ、大食い勝負なんかせんでいいけんさ。何イーナさん、こういうまずいこと好きなタイプ、それともさ、もう飯食えればどんなイベントに参加するよみたいなタイプ。あ、そんなタイプな。イーナさん意外とそういうタイプなんですね。わかります。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け